来場の皆様、温かい拍手ありがとうございます。そしてライブ配信をご覧の皆様、これよりいよいよその発売が間近に迫った大作アクションアドベンチャーシェンムー3をご紹介いたします。前作までをはるかに超えた豊かな世界と奥深いストーリーといわれるこの作品を鈴木優さんに語っていただきます。どうぞ皆様、最後までじっくりとお楽しみくださいませ。それではまずはこのお二人をご紹介しましょう。盛大な拍手でお迎えください。主人公葉月亮役の松風雅也さん、そしてヒロインレイシェンファ役の照井遥さんです。ようこそお越しくださいました。こちらにお願いいたします。さあ、それではまずご挨拶をいただきましょう。まずは松風さん。はい、シェンムー3で葉月亮役やらせていただきました松風雅也です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて照井さん。はい、シェンムー3でシェンファ役やらせていただきました照井遥です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では早速ですが、はい、こちらにご移動いただきましょう。さあ、それではシェンムー3の紹介映像に続き、いよいよ鈴木優さんの登場です。よっ、お兄さん、うまくてやってよ。ちょっと飲んでみてよ。ほら、これはラカンカ、ケイリンの特産物よ。お兄ちゃん、ゲームセンター一緒に行こうよ。やってみるか。バカ野郎、クンフーなんざ足りなくたって勝てるときゃ勝てるんだ。そうか。おい、クンフーができる場所ってどこだよ。ストリートファイトをやってる広場、いわゆる闘技場ですよ。腕試しに拳法家が出るって聞いたことがありますよ。Don't make me laughのは俺だ。日本の方とお見受けしました。それに身のこなしから見て武術家でしょう。あんたも結構やるのかい。はい。大丈夫だ、これくらい。さあ、それでは盛大な拍手でお迎えください。シェンムー3の真髄と醍醐味を語っていただくべくお招きしました鈴木優さんです。ようこそお越しくださいました。こちらにお願いします。よろしくお願いします。熱い握手からありがとうございます。では一言ご挨拶いただきます。お願いします。ディレクターの杉です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、今日はこのステージでお三方にいろいろなお話を聞けると伺っておりますが、はい、もう本当に無事に3の発売も決定したので、今回ユウさんから1、2の当時の話から3の新作の話まで一切 NG なしということで、一切 NG なし、全部喋っちゃってもいいっていう風に、これは楽しみですね、はい、言われてますよね、テリーさん、はい、そうなんです。そうなんですね。楽しみです。楽しみですね。皆さん、しっかりと見届けてくださいね。さあ、それではお三方ご着席ください。はい。さあ、それではこのステージではポイントを3つに絞ってお話を伺っていきたいと思います、はい、まずはこちら、
シェンムー1、2の際の印象深い話です。ここは松風さんからお伺いしましょうか。はい、やっぱりもう印象深いって、もう開発、僕らが制作に携わった時間も本当に長いのでたくさんありすぎるんですが、ここはでもあえてやっぱり思うのが、本当に当初の当初、当時シェンムー1って言ってませんでしたけど、シェンムーを開発する時って本当に何もなかったんですよ。ね、ゆうさん、なんて言ったの、ハードもなかったんですよ。うん、あのハードもドリームキャストが出る前に、全く今までにないゲーム、世界にないゲームを、ハードも今のハードではなく、当時名前も決まってなくて、その名前も決まってないハードで新しい世界を作るんだって、ゆうさんの、もうゆうさんの見てるものをみんなで作っていこうっていう、今振り返ると結構究極ですよね。すごい、 あらかたこんなのってのはなかった。ドリームキャストがまだない頃だったので、あのサタンで作ってたんですね。ですからもうなんか、その当時まだキャラクターがピコピコ動くような時代で、映画的演出をやるとかって言ってもなんか誰も理解してくれないっていう状況で、映画的演出で、さらにあの出演陣とかも映画、僕もあの電磁戦隊メガレンジャー、東映の映画会社の流れのところにいたので、映画、東映 V シネマとか出てる人たちが極秘でオーディションに呼ばれて、僕ユウさんとお会いしたのがそのオーディション会場が初めてで、普段はテニスの屋内練習場に使われているところを極秘施設にして、外光の入らない、外の光の入らないところに、内緒の扉を開けてったら、ユウさんが鈴木ユウって紙の看板があるところに座ってるみたいな、そういう状態から。緊張ですね。うん、なんかコメディのテレビ番組みたいでしたね。なんか、はい、で僕らは極秘のすごい大きな映画だって聞いて、オーディションに呼ばれてるので、あ、ゲームじゃなく映画だっていう風に、そうで、まあ、新しいものみたいな、だからそれ説明できないので、で中ではバーチャファイターの鈴木優さんって言ったら知ってる人がいっぱいいるので、まあ、男がいっぱい集められてるから、うん、もう鈴木優っていう看板と優さんを見た瞬間に、うわ、そういうことか、バーチャファイターが映画化なんだって言って崩れ落ちる人とかがいたんですよ。うわっていう風に。そうですよね。なんか何を受けるか分からないって受けに行くっていうのもなかなかないんですよ。その、うん、てか私は一回もないです。シェンムーは説明できないですもんね、何をオーディションするってなった時、うん、僕もあのオーディションするから来てくれって言われて行っただけなんで、何がどう起きてるかちょっと分かんなくて、ユウさんもそれであの後で聞いたんですけど、なんかこうプロジェクトのこと何も聞かされない状態で、はい、機密保持契約だけサインしてくれって言われたらしくて、あのそのオーディションに参加するためには1個だけ条件がある、あの安いのでもいいからハンコを持ってこいって言われて、ハンコをまずついてからオーディション会場に入ってもらう、ハンコを忘れたなんてことになったら帰ってもらうからって言われたんですよ。そんなのないですよね。だから僕らみんな控室で知らない人たち集まってハンコをして、でそれで入っていったところにユウさんがいるっていう、何もないところから作ったっていうのもすごい印象的でしたが、うん、しかもあのユウさんがいて分かった後とかも、あのそれバーチャファイターアキラのショーっていうちょっと名前もあれだったんですけど、その台本を道端で持って歩いてたら告訴しますって言われて、それはもう反抗しちゃってるから、みんな台本をもらったとしてもそれも見せられないみたいな感じでしたね。必死で守んないとですね、うん、人前では出せない、そのぐらいに秘密がすごく守んなきゃいけないっていう極秘事項でしたよね。まあ、あのゲーム業界だとあの発売直前まで極秘のプロジェクトが多いんで、うん、僕らにとっては結構普通だったんですけど、いやね、うん、皆さんすごい話ですよね。あ、恐れ入ります、皆様すごいたくさんの方にお越しいただきました。前の方にお越しいただいて、後ろの通路が通れるようできるだけお近くでお付き合いいただきたいと思います。ありがとうございます。すいません、いや本当に厳重な中ですごいたくさんの方来ていただいて、ね、シェンムーロゴのナイスシャツありがとうございます。ナイス、ね、外国の方もすごい、松風さんも今日ナイスですよ。そうそうそう、これ日本じゃないですけど発売されてるらしいです。すごいですよね、やっぱりもう、ね、規模が違いますよね、シェンムーはね。素晴らしい。うん、ユウさんいかがですか。あ、やっぱりリョウはね、こうやってこう来てくれないとねいけないよね、うん、あのでもその時に作ったものが外国の方にやっぱり認められて、世界初作ったものが認められて、今こう20年経ってっていうのが、これも日本じゃないところの国が愛されてますね。すごいですよね、やっぱユウさん作ったものっていうのが、うん、結構海外の方もあのかなりたくさんファン、濃いファンの方がいらっしゃって、はい、
いろんな人がいろんな服を着て来てくれてますね。非常に感慨深いですよね。さあでは続いてのテーマ参りましょう。続いてはこちら、松風さんと照井さんのシェンムー3プレイ感想です。お二人はもうプレイされましたか？そうなんです。そうなんです。実は内緒のゆうさんの会社に行って、なんと実機でどのくらいやりましたかね。1時間2時間でも多分2時間以上やった気が、あっという間で。照井さんどうでしたか？すごいんですよ。まずですね、どっから話そう。まず引き出しがすごいんですよね。引き出しがすごいちょっと待ってください、誤解がいいか。引き出しがすごい、どんなところがすごい？なんかどこも開くんですよね。なんかそのこうRPG でこうお家入って、うん、こうガシャって開けるってやっぱりあるじゃないですか、うん、私そういうのすごい好きなんですけど、もう開け放題なんですよ。引き出しが開け放題なんですそうで、全部なんかいろいろ入ってたりちょっとこう小ネタがX みたいな小ネタがこう引き出しに詰まってて、あの引き出しの中ね、透明なこうあるじゃないですか、キッチンにあるような、ああいうとこも開けられて、うん、リンゴとかもらえたりして。あの照井さん引き出しの話しかしてないの今、このターン大丈夫ですか？あのよくね、シェンムーね、フォークリフトのゲームって勘違いされたり、はい、引き出し開けるゲームじゃないですよね。なんかそういうゲームになっちゃってません？あとあの薬草を積むのが楽しくって、積む、そうなんです、走るじゃないですか。それと道端にお花が生えてたりするんですよ。それが積んで、なんかいろんな種類の薬草でこう自分で調合したりできるんですよね。ね、薬草積んで調合する、で引き出しも開け放題。開け放題どうですか皆さん、3買いたくなったでしょうこれね、最高のゲームですよね。拍手、すごい拍手が。こんなゲーム世界中にありますか？ないですよ。積み放題の開け放題、こんなに開かない。家の引き出しでもこんな開くかってぐらいですよ。家の引き出しより開きますよね。どんな家住んでんだ。照井さん家の引き出しは全部開くだろうが。でももっと開くんですよ。もっと開くんですかすごいんですよ。いやでも本当にあのオープンワールドの、あの元祖と言われる、はい、あのっていうか、まあ、日本の方には、まあ、シェンムーファンの方にはシェンムーらしさはもうすごいシェンムーです。すごい新作のシェンムーができてる、シェンムーできてんなっていうのはもう間違いなくって、それをあのユウさんに言うのも失礼なんですけど、ユウさんシェンムーっすねって言っちゃいましたからね僕も。すごい分かりやすいシンプルな伝わる言葉ですよね。あと僕から言ってしまうと先にちょっと、ね、ネタバレみたいにあれかもしれないですけど、シェンムー3の方が遊びやすくなってると思います。だからあのもう何しろ20年前なので、まあ、あのリメイクというか移植は出ましたけど、1&2出ましたけど、全く触ったことがないっていう人も普通に楽しいなって言って3から入って1&2の良さが分かるっていう方多分続出するだろうなっていうのは、いろいろなちょっと新しいシステムもあって、うん、操作性とかもあって遊びやすくなってます。親切なところありましたよね、ボタンとか。そういった意味では歯応えのあるシェンムーファンはどうですかね。なんかなかなかこのやりづらいところをクリアしていくのが快感だったという方にしてみると、とても本当みんなが楽しめる感じになっているという印象が僕にありました。若干今風にちょっとアレンジ しておりますね。最近のゲームの操作性そうですね、ちょっと昔のやつはちょっと遊びにくいところもあったので、うん、ちょっと今風にしてあります。こう今まで名作とは知りつつもまだプレイできていなかった皆様って、やっぱり過去やってないとダメなのかなっていう不安もあったりすると思うんですが、うん、大丈夫ってことですね。大丈夫ですね。もう自然とねその世界に住めると思いますよ、シェンムーの世界に。あとそのワンツーの話も分かるような小ネタもありますもんね。そうですね、ダイジェストムービーみたいなのをちょっと用意しておいて、ワンツー知らない方もあの軽く、そうなんです、プリビアスストーリーみたいなやつを分かるようにして、うん、であとあの回想シーンっていうのがちょっとありまして、はい、あの3から普通に始めても過去何があったかっていうのが思い出せるようなシーンが散りばめてあるので、あの3からスタートしても多分遊べると思います。3の本当冒頭の方の、まあ、洞窟の中ですか、2やった方は分かると思うんですけど、本当ぶっちぎり鳥肌が立ちます。もう本当もう20年のあれに頭の処理がついていけなくてちょっとめまいがしたぐらい。でもただそれがなくてもシェンムーはスケールが物語が壮大すぎるので、3から入ったところでもうもはや誤差ですね。
大丈夫です。そのままその世界で住んでいけばもう分かっていけるようになるので。すぐ住めましたよ。うん、大丈夫だったでしょ。もうずっと住みたいぐらいの。だって普通映画っていきなり知らないとこから始まったりするじゃないですか、はい、ここはニューヨークとかで始まりますよね、うん、同じことなんで全然その違和感はあの初めての方もないだろうし、ワンツーやってる方はもうほんと鳥肌がもう綺麗ですよね。大変なことに繋がりもいっぱいありますよね、ワンツーとの。あ、今回あの割といろんな要素をつないでいこうっていうことであのやってるので、例えばあの薪割りをして、はい、で薪割りで得たお金、あとは薬草を集めてお金に変えたり、でそれで得たお金で釣り竿を借りて、お釣りで釣りをして、で魚を売ってお金にして、それでギャンブルで増やして、技賞を買って、はい、で鍛えて敵をやっつけて、まあ、あのいろんなつながりが用意されてますね。なんかシェンムーらしくなりましたね。照井さんが薬草積み放題って言ってたのが、ただお花積み、薬草積みゲームじゃなくて、それはあの換金できますし。あ、そうなんです。その薬草は単体で売った方がどうなのかみたいなところだったりとか、いろいろなところがシェンムーらしいこうリアリティの日常とこうつながってくる、リンクしてくるところがね。なんかお金の稼ぎ方がリアルでいいですよね。こう苦労して手に入れるみたいな、いろんなあの稼ぎ方が用意されていて、あのギャンブル嫌いな人はあのギャンブルやらなくてもいいし、はい、釣りばっかりやってる人もいますし、うん、薪割りばっかりやってる人もいい。楽しかったです、はい、薪割り。あ、薪割りちょっとハマるんですよね、はい、実は。本当に今住めるという言葉がありましたけど、住める生きるという感じがしてしまいますね。うん、ありがとうございます。さあそれでは続いてのテーマ参りましょう。こちらシェンムー3の特徴についてです。はい、ゆうさん特徴を教えていただきたいです。シェンムー3があの結構あの似てるゲームがあまりなくて、似てるといえばやっぱりワンツーになっちゃうんですけどシェンムーです、うん、あの比較するものがちょっとなくて、で今回あのもうこの時期になるとあのチューニングとブラッシュアップとバグフィックスが中心になって、あのプレイチェックって言ってあのいろんな人にプレイをしてもらってるんですけど、あのシェムの大きな特徴はあの例えば50人プレイするとあの50人とも全く違うプレイになっちゃうんですね。その人の性格がすごくよく出ます。ケチな人とか、あのお金に対して大雑把な人とか、前もって準備をする人とか、はい、あの本当にその人の人格がよく出ちゃうんですね。ですからあの YS ネットの採用試験項目に入れようかなと思って、うん、正確性が丸分かりになっちゃう。性格がすごくよく、うん、あの目的はもちろんあって、どのゲームもそうですけど、ただシェムの特徴はあのプロセスがいろいろ選べるんですよ、自由に。チュートリアルが強いタイプのゲームじゃないなくて、教えちゃわないでそのこう進んでいくのに5種類ぐらいの選択肢があって、それで自分のやりやすいやつとか気がついたやつ、発見したやつを選んで、それであの進んでいくんで、結果がみんなプロセスが違うんですね。ですからあの50人やったら50人とも全く違うプレイになっちゃうっていうのがシェンムの特徴だから、説明しにくいんですね、すごい。うん、特徴、あの、うん、ちょうど出てたんですけど、釣りもできますし、あの薬草積みもできますし、うん、まあ、ギャンブルも何パターンも相変わらずあって、あと皆さんハマったと思いますけど、ガチャ的な、まあ、グルッパって言いますけど、でそれも全部経済性を、グルッパやるのにお金もかかってますし、それがまた換金できて経済性に回っていたりっていう。でもちろん、まあ、バーチャファイターの鈴木優さんなんでバトルもありますし、バトルはもちろん練習した人、修行を皆さんしたと思うんですよ、ワンツー。それもありますし、技書っていうのもあって、その技書もまたそれ経済性の方にもつながってたりと。だから 技書を鍛えて相手をやっつけて、そうストーリーが進んでいくんですけども、技書をお店で買うとすごく高かったりします。はい、ですから薬草セットで集めたりガチャガチャセットで集めた方があのもうちょっと有利に手に入ったり。フリーさん、うんですね、うん、いい情報ですよね、それは。繋がってきてるから、だからもう
思いっきり戦うことばっかりに、あ、戦ってお金を稼ぐ、あ、これも言っちゃっていいですかね。あと戦ってお金を、もう戦いだけで生きていきたい人もいると思うんで、はい、そういうことも結構可能ですよ。お、裏路地のこんな路地入っていけるんですかって言ったところが通じてって、わっと開けたら、そこで、あ、あと一つちょっと今回の特徴は、あの、はい、過去になかったものとして、あの、難易度を選べるようになってます、はい、あのイージーとか、あの簡単にプレイできるモード、ストーリーモードって呼んでますけども、それとあのおすすめモード、これがあの標準モードですけど、もう一個チャレンジで、チャレンジはあのシェンムー の, あのファンの方がいたらぜひそっちをやっていただきたいなって、コアのファンの方は で、ね、でもう一個あの難しいやめておけっていうモードをちょっとやめておけモード用意したので、まあ普通イージー、ノーマル、ハード、ハーデストっていうような感じで用意しているので、あのなんかバトルはちょっと嫌いだなとか苦手だなっていう人はストーリーモード選んでいただければいいんじゃないかと。もうでもずっとやってきたプレイヤーさんからしたら、もうちょっとねプライドもあったりするからちょっと挑戦したいかもですね。やめておけモードだって、はい、あの何人抜きを何分でクリアしたとかそういうのにもうコアに行きたい人はもちろん OK ですし、もう本当にね村を駆けずり回って一生過ごしていきたい方もねいらっしゃるでしょうし、まあ、そういうのに対応しちゃうっていうのが世界で唯一シェンムーっていうことですよね、うん、そうですね、本当にそれぞれのやり方進め方ができるわけですから。あと今もこの画像を皆さんにも見ていただいてると思うんですけど、グラフィック綺麗、結構当初の段階からシェンムー3復活のお話をユウさんから聞かせていただいてて、今やっぱオープンワールドは世界のスタンダードで、開発費とかってお金をかければクオリティって、まあ、それこそハリウッド映画に近かったりどんどんなっていくところで、うん、ユウさん当初グラフィックでは全然勝負しない、シェンムーはそういうことじゃない、特にシェンムー3はグラフィックで真っ向勝負なんていうのはしないんだっておっしゃってたのに、うん、結構なクオリティになってますよね。あ、でも美しい。いやでもあのやっぱりトリプル A のゲームって素晴らしいのたくさんあるので、あのグラフィックスよりもゲーム性の方に力を入れて作りました。遊んでみてもらうとちょっと分かると思うんですけど、え、でもとっても繊細ですよ、街とか、ね、これで力を入れてないっていうんですから、もうどういうことなんだっていう、ね、美しいですよね、はい、はい、もう本当に歴代プレイしてきて待っている方もたくさんいらっしゃいますし、そしてプレイはしてきたなかったんだけど気になっているという方もたくさんいらっしゃいますから、これはシェンムーだという松風さんのすごく心強い言葉もありましたから、どちらのファンも楽しみに待つことができるんじゃないかと思います、はい、ねえテリーさん楽しみですね、はい、あ、雨降ってる、雨の話もあやめておきましょうか。あ、そうね、雨、革ジャンがね濡れるんですよ、質感がすごいんですよ、信じられない、え、もう当時と同じ感じ、ユウさんの作りたかったのはユウさん1作ってる時にこれ見てたんだなっていうのでも鳥肌立ったんですけど、全くあのままクオリティがぐっと上がってきて、今回雨降ったらいろんなとこが濡れて、徐々に濡れてってびしゃびしゃになって徐々に乾いていくみたいな、そう、足跡とかもすごい綺麗なんですよ ね、 ね、水がぬかるむと足跡がつくようになってみたいな、もう当たり、まあ、普通生きてたら当たり前なんですけど、ゲームの中では起こらないことがたくさん起こりますね。ゆうさん濡れるだけじゃなく乾くまで、そうなんですすごいですねあのなんか中国の人はあまり傘を刺さないとかって聞いて、はい、本当かどうかちょっと分かんないですけど、今度は地面が濡れたりぬかるんだり足跡がついたりっていうのをちょっとやってます。天気と時間とあの晴れ率曇り率みたいなやつもまた処理計算ということですよ ね、雨の粒の多さとか雲の量とか、でもそれもさっきの V 見ててやっぱり小雨降ってた時に、あ、雨降らしてるってあんまり気づかないんですよね、自然すぎて、自然ですよね、なんかそれがその人だけの景色だっていうことに気づかないで、その世界にやっぱり暮らしていけるようになってると思います、うん、シェーバの肌の感じとかの光の感じとかもすごくその溶け込んでるんですよ世界に、うん、すごく綺麗でずっと見てられるような肌感というか、表情とかも生きてるなっていう、そういうこだわりが伝わってきます。どうもありがとうございます。どうしたらそういったこだわりやアイディアってね生まれてくるんでしょうね。どうしてそうしようってユウさん思うんですか。いや、あのなんか
どうですかね。困ったな。でもユウさん結構見てて、だってこれ変じゃんみたいな、なんかナチュラルにおっしゃるイメージが。そうですね、なんか特別なことを考えてるわけじゃなくて、普段僕はあまりゲームをやらないから、僕の基準となるのは普段その辺りにいる仲間たちとか人たちとか家族とかっていうことなんで、家族の顔がテカったりしたり汗かいたり雨降ったら濡れたりよく起きてますから、うん、そういうことをちょっとやりたいなと、身近なことをちょっと再現したいなっていう、そういう感じですね。はい、そういった細かい細かいいろいろな思いとこだわりが詰まったシェンブー3の特徴についてお伺いしてまいりました。ますます期待が高まりましたね。さあというわけで、あっという間なんですが、もうお時間がやってきてしまいましたので、お三方ご起立いただいて前にお願いします。マスカゼさんこちらで、ユウさんを真ん中でお話しいただきたいと思います。さあそれでは最後に一言ずついただきましょう。まずは照井さん。はい、この度神話役をやらせていただくことになって、世界中の方からすごく愛されて、とても大切に思っていただいているゲームだというのは、すごく教えていただいたり知っていたりで、いろんな方からもその決まった時に、発表になった時に、そのキャストの人からも、お仕事のスタッフさんとかからも、すごいの決まったねみたいに言っていただけるぐらい、いろんな方にずっと長年愛していただいてきたこのシェムーという作品に関わらせていただけるということで、ものすごく緊張があったんですけれども、その皆さんの愛情に、その大切にしたいという思いに応えられるように、もちろん私が吹き込まなくてもシェンファーは魅力的なんですけれども、そのシェンファーを最大限愛していただけるように、少しでも力になれていたら光栄だなと思います。本当にプレイしてめちゃめちゃ楽しくて、ここで生きたい暮らしたいっていうゲームだったので、ぜひ興味が湧いた方は一緒にプレイしていただけると嬉しいなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。続いて松風さん。はい、本当に20年以上前ですか、ユウさんと共に全く見たことないところに到達しようとみんなで命がけでやって、まあ、その結果今日もですね、たくさんの方に集まっていただいたり、配信でたくさんの方に、見ていただいたり、本当に一生懸命頑張ってよかったなと思っております。さらに、この2019年ですね、新作3が出るということで、まさに幸せってこういうことなんだな、一生懸命作品作るってこういうことなんだなというふうに皆さんのおかげでかみしめることができました。いち早く少しの間ですけどやらせていただいたんですけれども、シェンムー3めちゃくちゃ面白いです。めちゃくちゃ面白いんで、やりやすくもなってるんで、知らないという方も、そして待ってたという方も一緒にシェンムー3楽しみましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。そしてユウさん。プレイチェックしてると、こんなにのんきなゲームも今時ないな、ちょっと思います。で、よく言うとちょっと心がほっこりするところもあって、発売までもう2ヶ月ちょいってなりましたので、皆さんぜひもう少しお待ちいただきたいと思います。シェムよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それではここでメディアの皆様向けのフォトセッションのお時間を取らせていただきます。皆様ご準備よろしくお願いします。メディアの皆様もご準備をよろしくお願いいたします。さあそれではフォトセッションの時間とさせていただきます。よろしくお願いいたします。目線が必要な方お知らせください。いかがでしょうか。
皆様素敵なお写真お撮りいただけましたでしょうか。はい、では以上でフォトセッション終了とさせていただきます。それではここでご来場の皆様にお知らせです。このステージのちょうど裏側のセガブース内シェンムー3コーナーではムービーの上映とともにこちらカード型絆創膏をお配りしております。こちらでございます。はい、皆様ぜひお立ち寄りいただきゲットしてください。さあ、日本国内向けシェンムー3はいよいよパッケージ版ダウンロード版ともに11月19日に発売でございます。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。